アンディ・ルークは、イギリス・マンチェスター出身のベーシスト、ザ・スミスのメンバーとして知られる。スミス加入以前のルークは、学友のジョニー・マーと組んだ、ファンクバンド、フリーク・パーティーなど、いくつかのバンドで、ベースやギターを弾いていた。ルークの後からギターを始めたマーが急速に上達するのを見てかなわないと思いベースに転向したと、言う。マーともリッシーがスミスを結成すると、 ルークは2回目のライブでバンドに参加し、そのままバンドに加入した。マーはアルバムクイーンイズゲットのルークについて他のどんなベースプレイヤーでも合わないと評した。一方でルークは薬物に溺れ、一通の手紙とともにバンドから解雇を言い渡されたとテレビニュースで報道される。モリッシーからの手紙が彼の車のワイパーに挟まっており、そこにはアンディ、 君はスミスを去った。幸運を祈る。さようなら。と書かれていたという。このことをモリッシーは否定している。ルークはクイーン・イズ・デッド発売後の1986年5月にスミスへ復帰する。その後バンドは解散し、ルークとスミスのドラマー、マイク・ジョイスはシネード・オコナーのアルバム、青いささやきに参加した。このリズム隊はクレイグ・ギャノンと共に、 スミスのシンガー、モリッシーの2枚のシングル、インタレスティングドラッグ、ザ・ラスト・オブ・ザ・フェイマス、インターナショナル・プレイボーイにも参加。ルークはモリッシーの楽曲、イエス・アイ・アーム・ブラインド、ガール・リスト・ライク・リー、ゲット・オフ・ザ・ステージの作曲を手掛け、モンスターが生まれる11月、ピカゲリー・パラーレでベースを弾いている。その他、プリテンダーズ、キリング・ジョーク、バッドリー・ドローン・ボーイ、 アジスイブラヒムの作品に参加し、元オアシスのギタリスト、ボーンヘッドと共にムーンドッグワンを結成した。このバンドには、マイク・ジョイス、クレイグ・ギャノンも含まれる。ルークは、マイク・ジョイスがモリッシー、マーを相手取って起こしたロイヤリティを求める裁判に、同席した。ジョイスはその後も裁判を続けたが、ルークは8万ポンドを受け取ることで手を打ち、破産を宣告された。 ルークと長期間マネージャーを務めるノバレーマンの制作会社グレートノーザンプロダクションズはガンに対するチャリティーイベントマンチェスター VS キャンサーを2006年1月に開催した。このコンサートはノバの父親や妹のガンをきっかけに行われ、元スミスのバンドメイトジョニー・マーがパフォーマンスした。現在ルークは XFM マンチェスターで DJ をしており、 新旧インディアンセムを土曜の夜に流している。そしてベースプレイヤーの間にピーター・フック、シンガーのゲイリー・ブリックスとスーパーグループフリーベースというバンドを組んでいる。2010年にはシングルやアルバムを出している。彼の主催で始まったマンチェスター・ VS ・キャンサーは2007年にオアシスのノエル・ギャラガーとゲーム、アーチャー、ポール・ウェラー、イアン・ブラウン、シャーラタンズ、 エコーザバニーメン、マッカルモントバトラー、ボーンヘッドの新バンドエレクトリック・ミルクが2008年にはフラテリス、ジエネミー、バッドリー・ドローン・ボーイ、インスパイラル・カーペッツ、ハッピー・マンデーズ、ザ・ビュー、アスリート、ザ・ファームが出演した。2008年にはスコットランドでもイベントが行われ、フラテリス、プロクライマーズなどが出演した。近年は イアン・ブラウンのツアーに帯同し、ベースを弾いている。ザ・スミスのアルバムで聞こえるルークのベースはとても鼻にかかるような音をしている。主に2本の異なったベースを使用し、64、フェンダー・プレシジョン・ベースはライブパフォーマンスで、ヤマハ b B2000 はレコーディングの際に用いられる。トーンダイヤルは最大限に回され、ピックを使用して演奏する。ありがとうございます。